死ぬほど時間がかかってしまった。さあこれであとはモンテ村の100万コイン、これヨッシーだな。おお、マリオ64の時はね、だいたい赤コインの時に100枚コイン一緒にやればよかったから楽だったんだけどね、これ場所によって行けないところがあるっていうのがね。ということでこれはあれだね、下の40枚取って帰ってこなきゃいけないね。なかなかきつい。まあここ自体はここまで、ね、降りる方は難しくないんだけど、やっぱ登る方はねちょっと高さがあるんで、ね、難しいんだよね。で、これで一応下の分は OK。 問題は最後にスターがどこに出るかもあるんですけど、じゃあ帰ろうか。早めに帰らないと水もちょっと怖いかも。多分届くと思うんだけど怖いんで、こっち経由しよう。結構ギリギリだった。よし帰ってきた。まあこれ40枚スタート。蜂の巣もめくりたくないので、風を食べるとお金になるので、あ3枚になった。これは美味しい。1枚になった。わからん。あ、頂上を踏めば3枚とか。よし、いない時の方が踏みやすいかな。頭のてっぺんを踏め。よし。まだ踏んではいけない。で上から行くぞ、上から行くぞ。頂上踏め。あ、じゃあこれの分で結構。ここだ。よし。これであの下の10枚狙わなくてもたまるかもしれない。蜂を失敗しなければ。この辺に1枚とかでいいかな。ないかな。ないな。ねえな。ヨッシー何が食べたいんだったっけ。黄色い気がする。パイナップルかな。視力 2.0。 パイナップル。さあ合っているのでしょうか。あ、当てた。なんとかこれで蜂を全部ちゃんとコインにできれば足りる気がする。足りないか、ちょっと足りないか。
まあまあまあ、コイン確保。コインを優先、コインを優先。前にね、弾き飛ばすのはやめてほしいね。怖いから。で、お前は邪魔だ。あかんって。何って不思議な動きをするんだ。これ明らかにヨッシーが投げ捨ててるよね。72。まあ、これで20枚フルに手に入ったとしても足りないね。まあまあ戦いやすい位置に置いてきて、あれ、全然足りない。離れすぎてリセットされた。なんかリセット、あれされた。ラッキーラッキー、リセットされてる。はい、その手の上ね。途中まで取ってあえてやめるとまた、コイン持ちの蜂が復活するのかな。ラッキー。よかった、下の10枚取りに行かなくて済んだ。85枚。さあ、ということでドルピックタウンがあと2枚はあるよね。どう考えても13枚なんてことはありえないもんね。で、マンマビーチの隠しが分かんない。で、青コインはもう無理。自力でいけるのはここぐらいまでかな。で、青コインが現在165枚になって11枚プラス。青コインの枚数も分かるんだね。まあ、あえて自力で頑張るとするなら、マンマビーチの隠しつってもな、分かんなかったから今この状況になってるんですね。まあ自力で集めれたのは101枚、なんとか100枚。いくぞ。オキドキ。さあね、隠しスター、わかりました。どれでもいいかな。さあ行くぞ。ここか。すごい跳ねるよ。こんなんわかるか。
わかるか。ということで、ここです。いやこれはわからんね。ノーヒントだったら自力で見つけるのはほぼ不可能。まあ偶然あのコイン集めとかの時に水が当たってピチピチ、あれなんか当たるのあるぞみたいなの気づいたら別だけど、それは自力では無理だね。おやい。さあ、そしてここからは青コイン集め。青コインここね30枚あって、今ね25枚集めてたんで、あと5枚1つずつ順番に行くしかないかな。割とね、あの攻略ページがね、やっぱマリオは古いんだ、まあ、よくある最近の企業ウィキではないんだけど、とりあえず何取ってないかがわからないんで、一個ずつ行くしかないんだよね。はい、これが3枚あるらしい。はい、1枚。はい、2つ目発見。はい、3枚、25枚だったんで、これで28枚だからあと2枚だね。ここに、いやー分かんないねこれは。はい、この機械が一番だ、ね、ということで、25枚だったのにプラス5枚なんで、おそらくこれで終わり。コースから出る。さあ、もう一つの、隠し社員があると。アスレチックステージのね、赤コインがあるみたいだけど、前行った時ね見逃してんの。さあ、ということで行こう。前来た時ね、あれねえやーって即変えちゃったんだけど、どうやらあるみたい。あははは、罠だ、これは罠だ、クマの実だ、こんなところに。よし、行くぞ。1、ちょっとずれて怖い。2、3、まあ見つけてもないのに2、3ってカウントしたね。あー、そういうの本当勘弁してほしい。まあこれだと真上でできるマシかな。ちょ、後ろないから確認しとこう。ないね。時々あるんだよね、ドンキーコングによくある開始と同時に真後ろに行くやつ。右側、はい、左側、真ん中、あと2枚。
あった、まあまあ別に難しくはなかったね。はい、今あれね、 B で戻ってたら飛び降りて死んでたよ。ほんとスーパーマリオ選手は地獄やで。はい、ということで、マンマビーチね、8個、ハテナハテナハテナが2個で100枚コイン1個で青コイン30で、マンマビーチコンプリート。まあ次はね、初めのビアンコヒルズに行こうかな。ビアンコヒルズもそういう意味ではハテナハテナハテナのもう1個が分かってないのと、青コインが30枚みたいなんでね、これをコンプリートしにレッツゴー。はい、さあ、ビアンコヒルズね、ハテナハテナハテナの2個目、どうやらね、アスレチックステージの赤コインが2箇所みたいなんで、こっちがまだかな。あ、汚いおっさん直すと青コインもらえんの。青コインちょうだい。おい、つけてんなお前。よこせよ青コイン。慣れてくると大体わかるんだけど、それでもやっぱ失敗するときは失敗するんだよ。さあ、ということで、ね、2つ目のアスレチックステージの赤子です。レッツゴー。わざわざこっちに行かなきゃいけない。時間も結構短めだね。あ、1個取り忘れてる。1個どころじゃねえ。あ、こんだけ範囲が狭いんだったらほら、時間も短いよな。まあまあ、ある意味これ1面だけどね、楽勝だった。帰るとき死にそうでやだな。はい、ということで、これね、楽ちんだね。アスレチックステージをポンプ持ちでプレイできると超楽勝だね。 OK、 これであとは青コインだけ。現在ね、23枚だったはずなんで残り7枚。エリゴーンと、さあ、まあ一つずつ行くしかないんだけど、
よーし、怖い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 。この辺に青い蝶いたね、確か。青い蝶って何の意味があるんだろうって言ってた覚えがある。ほら、いた。青い蝶はヨッシーで食べるもの。おー、なるほど。はい、オッケー。ここかな、しまった。はい、ここにありました。ジェットにする前に、ね、バイジーが行ってみる。ほら、よし。よっ。ということで、ボスパックンのいた、ここの高台に青コイン。さあ次のね、青コイン、ここのね、家の中の右側にあるんだけど、なんと、はい、ご覧の通り右側にそんなものはないが、放水すると出てくるという、なんという罠。このおっさんをね、まだ綺麗にしてあげてなかったんで、このおっさん。助かった、ありがとうナス。ここの木の一番左、これ。ここの頂上に水をくれてやるとこ。なんか欠陥品の登り場。よし、これで、30枚かな。フィニッシュ。ブル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 っと。さあ、というわけで、スコアリストじゃないね、ビアンコヒルズ。基本的にね、1ワールド30枚ずつっぽいね。ということで30、8、2、1、30で、コンプリート。